自己紹介お願いします。今年キャプテンを務めることになりましたディフェンダーの大島隆弘です。今年新加入として、栃木に行ってきましたが、新天地での挑戦だったり覚悟を教えてください。本当にこのクラブで JFL に昇格っていう強い気持ちを持ってきたので、本当覚悟を持ってきました。現在新型コロナウイルスの影響により、天気が中止になりました。それを受けて今の心境をお願いします。もちろんチームとして1月から準備してきたので、開幕できないっていうのは非常に残念ですけど、今この状況なので、本当に一人一人が本当健康な状態でいることが一番大切だと思うので、僕たちにはできることをしっかりやっていきたいです。開幕が後期になってしまいましたが、その後期に向けてどのような準備をしていきますか？試合数が減ったってことで非常に試合試合の重みがでかくなるとは思うんですけど、限られた環境の中で僕たちはしっかり準備して昇格に向けて準備していきたいです。試合が始まってプレーしていくと思うんですけども、自身のこういうところを見てほしい、ストロングポイントを教えてください。しっかり、年齢的にも32の年になりますし、今までの経験を生かしてチームを引っ張っていけるようなそういう存在になっていきたいです。今季のユニフォームはどうですか？本当にこの白と黒っていう色合い初めてなんですけど、非常にタイトな感じでスタイリッシュでかっこいいと思います。今年新しく新加入として来て、キャプテンを務めることになりましたが、キャプテンとしてこのチームをどう引っ張っていきたいですか？そうですね、本当にまずはチームとして団結すること、そして勝利に対してしっかりチームが一つの方向に向かっていくこと、そして最後一番大事なのが、一日一日トレーニングを一人一人が全力でやること、その3つを全員が意識してやっていけるように、自分としてもまずは身を引き締めてと思ってます。それでは今シーズンの、決意表明を教えてください。勝つという字にしました。自分に勝つ、そしてチームとしても勝つ、そして JFL 昇格にする、JFL 昇格するっていう気持ちを込めてこの文字にしました。それでは最後にファン・サポーターの皆様に向けてこちらのカメラに一言お願いします。今、コロナウイルスの影響で厳しい状況になっていると思いますが、皆さんまずは体を第一に健康を維持できるように気をつけてください。そして僕たちは、後期開幕に向けて最高の準備をしていきたいと思います。最後に皆さんと笑って終われるように頑張ります。今シーズンよろしくお願いします。今シーズン副キャプテンを務めます増田修斗です。現在新型コロナウイルスの影響により前期が中止となりました。はい、それを受けて今の心境をお願いします。前期がなくなって、選手はそこを目指してやってたんですけど、こういう事態というのは初なので、後期の日程は7月という感じで出てますが、そこに向けて選手たちはしっかりコンディションを作って頑張っていきたいと思います。一応後期は、7月からの予定ですけども、それに向けてどのような準備をしていきますか？まず JFL 昇格っていうのが絶対だと思うので、そこに向けてどうやって調整していくっていうのは、個人一人一人責任を持ってしっかりやることですし、チームとしてもしっかりそういうところを考えながらやっていかないといけないのかなと思います。試合が始まった時に、自分が試合に出てどういうところを見てほしいっていうストロングポイント。そうですね、守備面で僕は特徴を生かせられると思うので、そこをしっかり見てもらえれば嬉しいと思います。
今季のユニフォームはどうですか？はい、やっぱり毎年毎年、まあ、変わってでも、まあ、かっこよく派手なので、まあ、そういうところはやっぱファンをサポートとかにはいいのかなと思います。去年に引き続き、はい、今年副キャプテンを務めていますが、はい、このチームをどう引っ張っていきたいですか？まあ、まずだ、JFL 昇格っていうのが、まあ、僕も2回逃しているので、まあ、そこは絶対だと思いますし、まあ、自分の明るさだったり、まあ、そういう守備の面の体張るところをやっていけば、まあ、みんなが活気づいてくれるかなと思います。今シーズンの増田選手の決意表明をお願いします。はいはい、じゃあ向上心、向上心は、まあ、プロサッカー選手としてやらせてもらっている以上、自分が商品なので、まあ、それだけを考えて、自分が、もう一度上に行くために何ができるかっていうのを考えながらしとけばチームもチーム力もアップすると思うので向上心っていうのです。では最後にファンサポーターに向けてこちらのカメラに一言お願いします。絶対 JFL 昇格するので、熱い声援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ではまずはじめに自己紹介をお願いします。今シーズン副キャプテンになりました小畑月です。今年、新加入選手として、加入してきましたが新天地での挑戦覚悟をお願いします。まあ、昨シーズンまで J リーグの方でやらすのをやってたんですけど、まあ、関東リーグっていうところで、まあ、挑戦、自分自身のやっぱり挑戦っていう気持ちが大きいんで、まあ、簡単なリーグじゃないっていうのも聞いてますし、やっぱレベルもそんな低いと思ってないんで、まあ、自分自身もしっかりチャレンジャーというチャレンジという気持ちを持って、まあ、今シーズン戦いたいなと思います。現在新型コロナウイルスの影響により前期が中止となりました。それを受けて今の心境をお願いします。まあ、今シーズンからこの栃木シティのエンブレムを背負って戦うっていうところをすごい楽しみにしてたんで、まあ、本当は前期からしっかり仕上げていて、その結果を出したかったんですけど、まあ、このような状況なんで、まあ、正しい判断だったと思いますし、まあ、後期のリーグ戦でそれをもう爆発させるように、しっかりやっていきたいなと。試合の際に自分のこういうところを見てほしいストロングポイントをお願いします。まあ、自分自身やっぱ戦うっていうところは毎試合毎試合意識しているんで、まあ、そういうところをしっかり見てもらえればいいなと思います。今季のユニフォームはどうですか？まあ、これ多分アウェーユニフォームだと思うんですけど、まあ、自分自身は別にその派手な色とかは好きなんで、まあ、サポーターの皆さんも特に女性の方はピンクはすごく似合うと思うので、まあ、スタジアムで女性がピンクの色を着ているのを楽しみにしています。今年新しく加入して、副キャプテンにも任命されましたが、副キャプテンとしてこのチームをどう引っ張っていきたいですか？まあ、監督からも話し合って、まあ、相当期待されていると思いますし、まあ、グラウンド外でもしっかりその下の選手だったり、まあ、年齢関係なく、まあ、みんなのことしっかり見て、まあ、自分ができることを全てやっていきたいなというふうに思いますし、まあ、あとはプレーでしっかりその中心であって、まあ、引っ張っていけたらなと思います。今シーズンの小畑選手の決意表明を教えてください。これです。情熱です。何事にも感情を爆発させたいっていう自分 その昔から の大事にしていることがあるので、まあ、プライベートでもその料理だったり、まあ、サッカーランドだったらその一つ一つのプレーにしっかり感情を持って、爆発させたいっていう気持ちで、情熱にしました。では最後にファンサポーターに向けてこちらのカ
カメラに向かって一言お願いします。まあ後期リーグから、まあ、リーグ戦は始まるんですけど、まあ、しっかりクラブ全体そしてファンサポーターが一丸となって、JFL 昇格をつかめるように、頑張っていきます。1年間よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。じゃあまず最初に自己紹介をお願いします。はい、今シーズン選手会長を務めます背番号18番田中輝樹です。新型コロナウイルスの影響により今前期中止となっています。それを受けて今の心境をお願いします。まあ、日本に限らず、世界でもすごい今コロナがすごい、人々を脅かしていて、栃木シティも、まあ、いろんな苦渋の決断で、まあ一定期間休むことになったんですけど、まあ、自分たちのことよりまず命が本当に命に関わってくることなので、一人一人が本当に自覚を持って、コロナと向き合わなきゃいけないなっていうのは改めて選手たちも実感しているので、本当に真剣に一人一人がコロナに対して意識を持って、行動していくべきだなって改めて感じました。開幕戦が伸びてしまって後期からになりますが、後期に向けて準備どのように準備していますか。そうですね、まずは今までの疲労をしっかりこの休みで取って、まあシーズン開幕する頃にまたみんなベストコンディションで、試合を迎えられるように、まだ準備期間しっかりある長い時間あると思うので、しっかり準備して、選手全員が最高のパフォーマンスを出せるようにしっかり準備していきたいと思います。開幕して試合があると思うんですけども、その時に、自分のこういうところを見てほしいストロングポイントをお願いします。そうです、まあ、ゴールに向かっていくプレーとかは常に見てほしいですけど、僕的には、チーム11人がしっかりボールに関わって、相手のゴールに向かっていくっていうそのチーム全体で、まあ、攻撃していく部分をでしっかり全員で、ゴールを守るところを見てほしいです。今年、選手会長にされましたが、選手会長としてこのチームをどう引っ張っていきたいですか。そうですね、まあ、もう自分もチームで中堅のもう年齢なので、上の選手にも頼りながらですけど、若い選手もたくさんいるので、いろんな選手と喋っていろんな意見を聞いて、全員が同じ方向性を向いていけるように、しっかり努めていきたいと思います。今シーズンの田中選手の決意表明をお願いします。じゃん、団結力です。意味はありますか。そうですね、まあ今で言うと栃木シティだけではないと思うんですけど、日本全体が、このコロナに向かってもそうですけど団結力を持って、まあ、コロナだったら一人一人がこのコロナに対して団結心を持って向かっていかなきゃいけないと思いますし、栃木シティで言ったら、まあ、一試合一試合本当にチーム選手だけじゃなくてファンサポーターの皆さんもそうですし、一試合一試合団結して、戦っていけるようにこの団結力を持って戦っていきたいと思います。では、最後に、ファンサポーターに向けてはい、まあ後期の日程は今発表されてますけど、まあ、そこに向かって僕らはしっかりコンディションを整えてそこで最高のパフォーマンスを出せるように、必死になって練習頑張ります。皆さんにいい
プレーを見せられるように、そして皆さんを、コロナがしっかりなくなって、皆さんを笑わせられるように、いい試合をできるように頑張りますので、それまで、まあ、陰ながらでいいので応援よろしくお願いします。ありがとうございました、はい。まずはじめに自己紹介お願いします。はい、監督を務めます中村と申します。はい、現在新型コロナウイルスの影響により天気が中止となりました。それを受けて今の心境をお願いします。チームとしては、昇格に向けてもうバッチリ準備をしてこれから開幕に臨もうというところだったんですが、まあ、中断されて正直残念なんですけど、コロナウイルスで、まあ、世界中が今非常に大きな大事になっているところで、まあ、そういうちっちゃくはないけど昇格とかスポーツっていう前にまず人命尊重は一番大事なので、まあ、それを考えると、まあ、前期中止はやむを得ないかなと。逆に後期 その一発勝負の9試合の全身全霊をかけて、勝てるように頑張ります。チームが始動して約4ヶ月ほど経つんですけども、現在どのようなチームが仕上がってますか？まあ、僕のイメージの中では7割ぐらい、今 70% ぐらいで、まあ、やっとようやくチーム全体が約束事だとか、チームがどういう方向を向かなきゃいけないとか、自分たちに立ち戻るところっていうところを、まあ、ある程度、大体ほぼ全員が、まあ、理解してくれてんじゃないかな。まあ、もちろんその練習試合の中とかゲームの中でできるときできないときありますけど、まあ、基本的にはまあ同じ方向を向いてやれるようになってきているのかなと思っています。今季はどのようなサッカースタイルで挑んでいきますか？ハードワークすることを基盤として自分たちで、ボールがあるときもボールがないときもイニシアチブを持って、プレーできるようなそういうサッカーを目指しています。具体的なことを探ります。では、今シーズンの中村監督の決意表明をお願いします。はい、これですね。はい、登るっていう字なんですが、もちろんまずはその昇格、もちろん我々は昇格を目指しているので昇格ティーンの登るっていうと、もう一つは、僕含めて個人個人の選手みんながこの1年間で成長できるように、要は今の、ある姿から1年後にはもう一歩もう一段もう二段上のレベルの選手や人間になれるように、頑張っていきたいと思ってます。そういう意味で昇るです。はい、では最後にファンサポーターに向けて、こちらのカメラで一言お願いします。前期が中止になってしまって非常に残念なんですけど、その分後期開幕に向けてみんなでエネルギーをもう一回再充電して、後期、最初から、スタートダッシュを決めて、しっかり全部勝てるように頑張っていきます。それを期待して皆さん、夏まで待ってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい。